はい、どうも、はがです。今日は飯動画です。はい、ちょっとね、イライついてんすよ。今見てこれ、一眼レフ買ったんすよ。一眼レフ買ったんすけど、あ、使いにくいんだよこれ、本当に。もうね、これで飯動画撮ろうと思ったんだけど、もうね、ダメだ、無理。 iPhone で撮ります。ダメだ、うざい、腹立ってしょうがないもん。はい、今日のご飯はこちらです。はい、問題です。今日のご飯は何でしょう。チークタク、チークタク。はい、わかりましたか。はい、ブブー、時間切れ。正解はこちら、じゃん。はい、今日はチートデー、もうイライラしてるんでこれ食います。美味しそう、もう見てるだけで腹立つっていうことでね、小粋なジョークは置いといて、今日の2食目こちらなんですけど、これやばいよね、きっとね。なんかピンク色になってきてんだよね。なんだと思うこれ。腐ってはいないっぽいんだけど、匂いもしないし。で、これ何食か食べてるんだけど、全然減っちゃうなんだよね。さすがにちょっと気持ち悪いよね。ピンク色になんかネバネバしたのはね、これマジ観覧注意かもわかんないけど。まあ、腐った胸肉 180g 食べます。こいつらをね、横目に見ながら食おうと思います。ああ、みんなごめん、本当に。本当にごめんなさい。こんなね、イライラした気持ちでね、YouTube 撮ってるの初めてです、マジで。目の保養でね、こういう揚げ物をね、この胸肉食べるときに周りに置いといたら、気がやらぐんじゃねえかと思って、買ったんすよ、揚げ物。だけどね、マジ自爆だね。うぜえ。本当に、なんのために俺こんな買ってきたんだろう。本当にね、謎なんだけど、マジでね、ストレス。もうこんなね、食い方したくないな、今後は。マジストレス。洗い物増えるしさ、こんなさ乗せてるだけで食わねえのにさ。じゃあ胸に食ってきます。いただきます。胸肉はうまいけど柔らがない。何このストレスを感じながら飯食うのね。せっかくの美味しい美味しい食事の時間なのに、筋肉持っていかれながら飯食ってる感じですね。あーうめえ。はい、ということで食べ進めたんで、ちょっとここでね、小話でもしようかと思うんですけど、あ、先ほどはごめんなさい、本当にちょっとね、気が荒ぶってました。ちょっとね、あったかいもの飲んで、まあ胸肉も食べ進めたらちょっと気が和らぎました。やっぱね、僕がね、一番大事にしてるのってやっぱりリアルなんですよ。YouTube をね、流す上で思ってることは言うし、感情とかねっていうのもなるべくリアルを伝えたい。作らないってことね。動画のための飯とかトレーニングをしたくないっていうこと。やっぱどうしてもね、ふざけた動画出しがちなんだけど、僕はそういうリアルなね、ところを出したい。やっぱ作ってないところだよね。ちょっとさっきもね、イライラしちゃってた時もあるんだけど、ごめんなさい。動画だけなんかいい表情作ったり、なんかいいもん食ってますとか、まあ、こんなトレーニングしてますとかっていう言うんじゃなくて、やっぱ僕はね、普段から食べてるものを出したいし、普段やってるトレーニングを紹介したいし、だから夢もね、希望もないような内容なんだけど、やっぱり嘘はつきたくないってな感じでね。ちょっと揚げ物がね、本当にきついんだけどさ、あるの。この後撮影協力してくれる方にね、差し上げます。全部この後外撮影あるんですけど、全部あげる。もう家にね、こういうもの置きたくない。本当に精神衛生上良くないっていうことで、カメラマン協力してくれる人随時募集中なので、はい、連絡ください。はあ、今日のご飯も美味しいな。お兄ちゃん。うわ、この声は。やっほー、知念だよ。あ、知念くん。やっほー、お兄ちゃん。ねえねえ、お兄ちゃん。ん？僕のことどう思ってんの？え？どう思ってんのって。そりゃ、好きだよ。惚れてるよ。本当にそう思ってんの？僕のこと、本当に好きなの？もちろんだよ。何言ってんだよ、知念くん。俺のことを、
メロメロにさせてみなよ。惚れさせてみなよ。え、しょうがねえな。じゃあ、ミュージック、スタート。あ、この曲は、もしかして、騎士団。ワンナイカニバル夢の夜。うわ、うわ。女たちをメロメロにする。え、なに？俺、シャーペンの芯取っかえるとき、先っぽから入れちゃうから。あ、お兄ちゃん、かっこいい。惚れました。ということで、ごちそうさまでした。YouTube やってりゃいろんなことありますよね。いいことだけじゃないっすよ。むしろ、悪いことの方が多いですもん。やっぱやっててね。まあ、自分でね、こんな状況を作り出して、自分で自爆してイライラしてるってほんとなんかバカみたいだけど、やっぱね、まあ、そういうことも含め、大変なこと多いっすよね。もう過ぎたことなんで、さっきのイライラはごめんなさい。本当に失礼しました。先週93キロまで落ちたんですよ。週に1回チートデーはしてるんですけど、先々週から。一昨日食ったんですけど、ほんともういろんなもの食ったよね。で夜気持ち悪くなっちゃって、で、すぐ寝たんですけど、チートデーが減量の目的になっちゃうのはなんか違うような気がするんですよね。それはフィットネスなのかどうかっていうところちょっと僕思うんですけど、チートデーはね、やっぱもちろん楽しみなんだけど、やっぱり日々のね、体の変化っていうのをね、楽しんでいきたいなと思ってるんですけど、なかなかね、やっぱカロリーが低いと、そんな余裕もないわけですよ。うん、僕も平日今日だ1300キロカロリーなんですよ。基礎代謝2500あって、で多分仕上がり体重90キロ前後ぐらい、もっと90キロ切るぐらいだと思うんですけど、それでもね1300キロカロリーで今過ごしてるんですよね。なんでね、そういう低カロリーの状況下だと、ほんとふとしたこととかでねイラッとしたりね、普段の自分じゃないみたい、これこんなはずじゃないんだけどなってね思う時もあるんだけど、あと半年間ねそういう自分ともうまく向き合いながら頑張っていきたいなと思います。じゃあね、今日はちょっとイライラしたシーンが多かったけど、次回はねそういうことないように頑張りますんで、どうぞ今後もハラスメントよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。こういうね素の一面とかあんまりね、ツイッターとか、まあ、たまに言うことあるけど、素の一面っていうのをオンラインサロンとかでね結構ぶちまけてるんですよね。あ、もうダメとか、もう今日ガス欠とかね。最近僕オンラインサロン始めたんですけど、そういうまあトレーニングの報告だったり食事の報告っていうのはね毎回僕するようにしてるんですよね。なんでハガセブンのねオンラインサロン、じゃあジム行くっていうんですけど、気になる方はねぜひ DM だったりちょっと連絡ください。ということで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。